来てくれたんだ。こんなところに呼び出してごめんね。びっくりしたでしょ。どうしても卒業前に言っておきたいことがあって。ほら、私と姉さん入れ替わってたじゃない。あれね、なんていうか、初めは入れ替わることが面白かったの。私の中じゃ流行みたいな感じだったの。でもそれがだんだん変わってきたの。姉さんが羨ましくなってきたの。だって近くにいられるから。できることなら本当に姉さんと入れ替わりたかった。響の高校が羨ましかった。転校しようかって思ったこともあるの。けどもしあなたに私が入れ替わってることがバレちゃったら、私嫌われちゃうと思ってた。全然そんなことなかったよね。あの時すごく嬉しかった。それにきらめき高校に通っててよかったって初めて思ったの。それはね、もし私が初めから響野にいたら、あなたと会えなかったかもしれないから。待って、きらめき高校の伝説知ってる？あなたのことが好きです。やっぱりダメだよね、私みたいなずるい女の子なんて。教えてあげられなかった私のこと、これからゆっくりね。